もそうだ。誕生日の会ってきてきた。せーの。はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ、今日は東京ディズニーランドのさまざまな魅力を素敵なお客と愉快なアーコーマイルのワルサクシのおしゃれな旅行でお願いします。目線が飽きちゃいましたね。よろしければ、こちらでお楽しみに。あと10分くらいで終わって怖くないですから、よろしくお願いします。私たちは皆様に東京ディズニーランドのさまざまな魅力を紹介するためやってまいりました。実編全部ガイドツアーの3人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ皆様、東京ディズニーランドの17時を回ったところでございます。アトラクションもう今日乗ってきたよという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。あ、一人はお誕生日しかも、おめでとうございます。お一人だけですかってことは、いや、これはですね、まだ乗ってないアトラクションがいっぱいあるということで、まだ皆様に東京ディズニーランドにある全てのアトラクションをですね、素敵な音楽と愉快なパントマイムでぐるりとご紹介させていただこうと思いますね。それでは参りましょう。東京ディズニーランドのアトラクションです。はい、おぶりまして、ベリーアーケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバーチェットちゃんと見ましょう。皆さんの、ね、グッズを見たりね、あの唐突に思いついた何かで、東京ディズニーランドもしくはディズニーの、ね、作品を、ね、何か一つ言います。そしたらね、お父さんがそれに合わせた音楽をバイオリンで、ね、弾いていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最初は何から始めようかな。素敵なミニーマウスのね、カバンですね。あ、じゃあミニーマウスの音楽から始めてもらおうかな、お父さん。可愛らしいクマのブーさんですね。大好きですか？ありがとうございます。じゃあ今日のブーさんの授業、はい、ナイトラビーファンデーさん、
当にアドリブでございます。全て、そうなんです、そうなんです。ドキドキしたね、ドキドキしたね、お父さん、ナイス。さあ、それでは最後にね、皆様に最初にね、ぐるりと一周した東京ディズニーランドのアトラクション、こちらから一つですね、ピックアップしてご紹介させていただこうと思います。本日はですね、こんな暗くなってきた日ね、時だからこそぴったりホーンテッドマンションについてご紹介させていただこうと思いますね。ちなみにホーンテッドマンション、これから行こうかなと思ってらっしゃる方はいらっしゃいますか？お一人、お二人、ありがとうございます。なんとなくわかりました、このだけ。さあ、それではね、じゃあこれを見て皆さん、ホーンテッドマンションね、とりあえず一回乗ったことにしてしまいましょう。さあね、参りましょうか。ホーンテッドマンション、人間のゲストが来るのを死ぬほど待ち焦がれています。ルームバギーに乗り、西洋の幽霊屋敷に入ったゲストへ、館の主であるゴーストキャストが告げます。ここには999人の亡霊が住んでおり、1000人目が来るのを待っているのです。どなたか希望者はおりませんかな。掲げられた画廊、図書室、終わりのない丘、棺のある部屋、13時の数値を告げる発射の日、霊媒師マダム・レオタの水晶玉、キューリングスペッ、リングリングバッ、亡霊たちの舞踏会が行われている大広間、花嫁の亡霊が立つ屋根裏部屋、幽霊たちの大合唱が、いたずら好きの亡霊がまた邪魔をしたようだ。諸君はそのまま座っていてほしい。すぐに動き始めるから。あるぼち、しかしとから続く霊アウス。これらの恐ろしい体験が皆様を無霊の世界へ引きずり込もうとします。館を出る頃には中に流れているこのグリムグリニングゴーストが皆様の脳裏に焼き付いていることでしょう。このホーンテッドマンションはファンタジーランドにありながら、パークの中で唯一笑顔のない場所です。はい、ではグリコちゃん、ホーンテッドマンションでした。ありがとうございます。さあ、これを見て皆さん一回乗ったことになりました。まあ、これを見て、ね、2回目行きたいと思った皆様、ぜひとも足を運んでみてください。ワールドバザールを抜けてシンデレラ城を越えた先、ファンタジーランドに入ります。やった。ぜひとも足を運んでいただければと思います。我々はこの辺りで失礼いたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お相手を務めたのは10分目のライブツアーの3人でした。ありがとうございます。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。さあ、あなたに